第1回ショータイムカップ。皆さんこんにちは、ショータイムゴルフです。10万円です。今回このショータイムカップにスポンサーしてくれた方は岐阜県岐阜市にある金園町接骨院にこの大会のスポンサーをしていただきました。13番134ヤードピンまで139番ヤードで、ピンに飛んでってます。ナイスです。ちょっと調子上がってきましたね。もう一回手つけらんない。そうですね。はい、9番で。これもピン飛んでってます。まあでもナイス。あれがあると悪く見えますけどナイスです。調子が悪くなってきました。ちょっと何かおかしくなってきました。右でいいのに引かせようと思ってた。ああ今ね、あの方向向いてたんですよ。ああで、あそこから右にパーンって出そうと思って、ここまでこう来てるのに、ああそれじゃ右行っちゃうよってなんか天の声がうわーって天の声さんが。そしたらあれですよ、向いた方向にまっすぐ飛んでちゃった。余計なことすんのかよ。いやうわ、OK っす。入りかけてたね。入りかけましたね。戻ってますね。ちょっとニアピンはツーテナとかにしましょうよ。もう止まんないよ。いいよ。言いたい。ここから全部取ってやる。あれは OK だね。あと10センチぐらいかな。惜しかったですね。惜しいっすね、バックスピンで。ね、なぜこんなに傾斜があってこれは戻らない。ナイスバーディーです。フォアアンダー。フォアアンダー。テレキのバーディーバット。15メートルぐらい。エッジから。ちょっと1メートルぐらいショート。そうですね、バーディーパット2人スライス。カップが閉じましたね。
ケチプレのパーパット。何のガッツポーズだよ。いや、大事だ。今日は大事よ。ここが勝負どころだったから。これ入れたったらまだわかんないから。あ、まだわかんないでしょ。今の外したらもうかえ、お疲れ様でしたーって感じだから。よっしゃ。耐えたね。いや、重たいっすね。でも重たいし。左平らなつもりで詰める。一番こうグリーンが重たくなる雨だよね。ちゃうやつ。そうそうそう、水が表面についちゃって。小生も結構打ったもん、ね、めっちゃ詰まっちゃう。下りなのにしっかり打ったなと。前のホールのやつもすげえ詰まっちゃう。揃えました。とりあえずまっすぐ打って、乗せてセカンドピンの方打って入れると。入れる。あら不思議。396ヤード、パー4。いやー、止まんないっすね、もう。フェアウェイ。ちょっと右に行ってますが、捕まりづらい分、まあそれはそうだね。打ち出しは右に出せれば、こっちからこう押せてる感じあるんで、悪い感触はない。とにかく悪くなってもどんどん外から外から上外を捕まえて。びっくりした、今の俺ですね。首取られたかった。低い位置から帰るように。なんで？危ねえ。こう雨降った時にもうちょいこっちになるじゃん。適応能力じゃないけど。はい、まだ自信ないんでしょ。左まっすぐ行っちゃいそうな感じがしてるから、まあ、それはしょうがない。130、違う。これもいい。あー、ちょっと止まっちゃった。ナイスです。何番ですか？
ピセルキがセカンド、バックスイングは多分木で、あんま取れないですね。普通に取れない。150ヤード、ちょっとドライバーが曲がんな、曲がってきましたね。ナイス。はい、165、56。うん、これもいい、ピン筋ってるよ。フライヤー計算したんでしょうけど、多分かかってないですね。逆に雨で抵抗が強くなって食われましたね。難しいですね、フライヤーは。それ何度？58。50ヤードぐらい。3打目、58度。いいよ、距離感は。うん、いい、ナイスです。わかんない、はい、上から入ってんの？ドローしてたから、今のが低い。ああ、調整は何かロングパット決めて着きたいですね、早く。110m の上りのバーディーパット、スライス。そう、読みすぎた。綺麗だったけど、そんな綺麗なかったね。サジプロのバージパッド。ちょっと読みづらいですね。どっちか、どっちにも曲がる気がしますけど、でもスライスも強いかな。8メートルぐらい。ハハ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 
前ですね。試合でやるよシリーズ。今日も試合だから。一応試合。ナイス。ナイスパー。サムネ、サムネ。サムネよ。サムネ取りに行きましょう。そういうことしかすることないな。いや、すごい。やっぱ。前半、多分ハンデ上げてたんだと思うよ。え？前半。そういう感じ？そういうことですよね。それを分からないようにしたじゃないですか。いや、開けるかな。あれ今日勝っちゃうまあ、俺は後半の出だしでもう敗れたけど。いや、まあ、そんな。口果てたけど。いや、にしてもちょっと怖いな。感じが。いや、強いって言ったもん。あー、これ勝ちゃーす。勝ちゃうな、これ。おマシーンでしたね。タテオ動画で見たらそんなわかんねえな。タテオさんとね、タテオさんとやり口が一緒なんですよね。タテオさんとタテオさんもなんかこうやばい時はういっとか言うんだよ、ね、なんか入る時はそういうもんなんですよ。外す時はもうシンとしても何も言わない。フェードアウトしていくからよし、じゃあここからパワープレイでみんなやり直します。一回リセットリセットします。それなんかラーメンのやつ。そうだ、最初のやつだ。得意技アプローチ戦の時もあった。勝谷さん、じゃあみんな3ポイントで、うん、翔星のクラブ紹介したよ。俺のクラブっすか。なんかあんま変わってないよね。変わったのこの辺だけっすよ。なんかそれ見せよ。はい、最近入荷しました。ギャッパーさんです。ギャッパーって言うの。ギャッパーって言います。ダサいからさ、ちゃんと GAPR ですって言った方がいい。 GAPR ローです。シャフトは、シャフトはツアー ID のハイブリッド用あのあ HY HY の 95X ですね。これもですよね。これもはい M6 です。ちょっとすみません、汚いんでいきます。シャフトは変わらず、シャフト変わらず 7X です。 TR7X、 はい、スピードが増えました、前よりも。あ、そうなの。はい、M2 よりも。395ヤードパー4。止まらないですね。ど真ん中。超いい球。ナイスショー。それですよ。捕まるね。わ、すっげえ左行った。
シの方が俺打ったと思う。今の人は40人43。何番？9番。これはすじったね。ごめん。あ、ちょっとやばい。どうしようかんかったら下が緩いか。138を。138。はい、9番で。これも行った。ああちょっと、ああでも多分ぴったり距離。まあ。ナイスです。球が打ちたい。このインパクトしてから捕まっていくやつ。ピッチング。130度。これはちょっと戻ってこない。左に行ったまま。もうめっちゃ痛い。いやー詰まった。調整が結構オーバーしましたね。ピンはここです。やば。激うま。やば。完璧。ナイス。すげえ。激うま。やば。激うま。やば。完璧。すごい焼肉。すごい。テルキのバーディーパット。15メートルぐらい。めっちゃ登ってます。オッケー。行きます。見て。浅地くんのバーディーパット。3メートルぐらいなんですが、結構スライスしますね。カップ3つぐらい。
いいライン。うわあ。止まった。止まった。止まってしまった。止まってしまったバーディーが。調整のパーパット。うわあ。マジか。くそー。おお。厳しくなってきましたね。生かしきれずだった。つくのは無理だよ、うん、もう無理だよ。あんま痛くないけど、もう無理。諦めた。もう自分の精一杯のプレーをすることに集中する、うん、パープレーもおろしたい。いやもったいねー今の。ああ、そっから、まあだからそうやって途切れちゃうことが多いです。でもあれじゃない、もうイケイケだよ、どっちかって言ったら。もうじゃあ逆にもうだったらバイ取れるかなぐらいの感じで。そうそう、もう取れるなって思って、取れるかなっていうか、もう打ったらもう打つ前からバーディー取れるイメージが出てる、うん、じゃあやっぱ取りに行って取ってる感じ。そうが強いと思います。流れで守りに行きながら取ってるわけじゃなくて、じゃないだよ、もうバンバンセカンドからって思う。ショットも寄りそう、入りそう、スタートとかまあ無難にパーでいいかなみたいな感じですか。いやでもスタートがチャンスホールだったら取りたいよねやっぱ、うん、意外と多いですもんね、やっぱ多いスタート、うんうん、はい、どうも。高評価とチャンネル登録お願いします。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 ありがとうございます、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。だよこれ。ショータイムではいつでもプロが集まった試合のスポンサー様を募集しておりますので、ぜひ概要欄からメールに送っていただけると嬉しいです。お願いします。